小手川選手、岩田選手、トリニタルともありがとうございました。で、3人に質問なんですが、三浦選手と岩田選手が5年間ですかね。で、あと小手川選手は2017年から4年間、片岡監督が来てからですね、結構長い間、まあ、これだけ一緒に行った監督さんっていないと思うんですけど、まあ、率直に、まあ、こういう機会なんで、片岡監督に対しての、この人こういうとこすごいなとか、この人実はこういうところがあるなって率直に思ったところを3人の衣装でお答えいただければと思います。めちゃくちゃいい質問。高さんね、もうサッカーの面でもサッカー以外の面でも。そうですね、やっぱりサッカーに対してはすごい、なんていうか、勝ちにこだわる方だなと思いますね。日頃からも常に試合で勝つことしか考えてない。なさそうで、まあ、で、まあ、自分も5年間加田さんと一緒にやってきて、まあ、今年最後の試合突然、まあ、怪我のせいで出れなかったんですけど、まあ、正直言うと最初はメンバー入ってたんですけど、自分の怪我で、まあ、加田さんは勝ちにこだわる監督だし、自分が 100% のプレーできないなら絶対 100% できる選手が出た方がいいと思って、辞退というか、まあ、悔しかったんですけど、まあ、メンバーを外してもらいました。でもやっぱりそういう常に勝つにこだわってる監督だなっていうのは思います。そうですね、やっぱりまあ練習中とかでもやっぱりどういう風にしたらいいかっていうのをやっぱ一番にいろいろと考えながらやっているんだろうなっていうふうには、僕たちから見てても感じますし、で、まあ、ミーティングの時とかも、まあ、僕と三平一番前に座ってるんですけど、たまにすっごい大きな声出すんですよ。でそれが僕らピクってなって急にみたいな感じな時はあって、ちょっとびっくりしてました。以上です。そうですね、まあ、結構まあ今年、今までもあったんですけど、今年もいい試合して負けた時とか、悔しいよねって、ね、こんなチームに負けて悔しいよねみたいな、俺たちも絶対いいサッカーしてるよ、悔しいよね、次はホームでね、絶対ね、倍返ししてやろうって。ですけど、その時結構その半沢が流行ってた時で、倍返しっていう言葉は普通に出ちゃったと思うんですけど、半沢が流行ってたから、あ、やべえって多分自分でも思って、ちょっと笑いの方に行こうとして、ねえ三平って言ってきたんですよ。あれはやめてほしかったです。俺もめちゃくちゃ悔しい感じで聞いてるのに、ねえ三平って言われて、俺もなんかかすれた声でそうっすねしか言えなかったんで、あれはやめてほしかったですね。あと本当に、まあ、監督っぽくないって言ったらなんですけど、結構いじらせてもらいましたし、結構フレンドリーな、結構なんだろうね、なんかあったかい人間なんですよ。まあみんな分かってると思うんですけど、いやこれだけはちょっと一生言わないでおこうと思ったんですけど、僕一回春日神社で会ったことあるんですよ、加田さんと試合前に。で加藤さん多分明日の試合勝てますようにって祈りに来たんじゃないかと思うんですけど、その時この人すげえいいやつだなって思いました。これはもう誰にも言ってなかったんですけど、なんで皆さん来年も応援してあげてください。めちゃくちゃいいやつなんで。以上です。どうもありがとうございました。